紹介ありがとうございまましした経済学研究家の大森と申します、えー、今日はあの山手の線も一部止まっている中、お越しいただきありがとうございました。まあ、山手の線の,あの工事もまあ2か月前に発表ということで、公開講座の,あの企画のときにはあの予測できなかったということもありまして、なかなか難しいということえが現状だと思います。き今日はその先ほどもお話ありました通り、 えーまあ、経済予測の意義と限界ということでお話をしたいと思うんですがあの配布資料はありませんけれどもお、まあ、スライドを逆に全部あのコピーして配るというのはちょっと難しいということでしたので、えーまあ、あのもしあのスマートフォンなどをお持ちの方は、えー、QR コードであの読めるようになってますので、えーまあ、この大きさがあると大体あの写真のカメラであの撮れると思いますので。 えーまあ、今ないし、あるいはこれをあの写真撮ってお家に帰ってからですね、QR コードを、えー、アクセスしていただけると、スライドをしばらく置いておきますので、ご覧いただけると思います。えー、いうわけで、まあ、本日、私のおお経歴なんですけれども、もともと経済学部の出身で、えーまあ、データ分析に今興味を持っておりまして、 その後、アメリカに留学しまして、でもアメリカでは経済学部ではなくて、統計学部というところで、博士号を取得しております、その後、いくつかの大学ですね、オハイオ州立大学、千葉大学、東京都立大学、今の首都大学ですね、ちょっとおかしな名前になってますけども、今度の都知事によると、名前が元に戻るっていうことなので、再び東京都立大学。 いうところをまあ経てですね、まあ現在東京大学で勤務しております。まあ専門分野なんですが、えー、まああの統計学ないし、まあ軽量経済学ということで、まあデータ分析を扱う、えー、専門をやっております。ややあのテクニカルになりますけれども、まあベース統計学ですね。まあ主観的な情報を用いることもできる統計学、あるいはコンピューターを使ったまあ,あシミュレーションを用いた統計学っていうものをやっていまして。 まあ本ですけども、一般の,その学部経済学部の学生向けに、経流経済学というテキストを2年ほど前にまあ書きましたけれども、去年はあの経済セミナーという雑誌で、このベース経流経済学というお話を、多少ちょっと難しい内容なんですけども、連載したりしております。最後の2つはあのは本当に専門書なので えー、あまり参考にならないかもしれませんが、まあ、そうういっったようなこともやっておりますで本日の流れですけども、えー、最初に経済分析のも目的と方法につきまして、まあ、お話しした後ですね、えー、その後、まあ最近何かと話題の人工知能ですね AI とまあ経済分析のまあ関係についてお話しした後、えーまあマクロ経済の予測は実際どのように行われているか。 いうことをお話した後です、ね、私の,あの専門に近いの後ろの方で、まあ、株価の予測です、ねまあ、株価の予測はできるのかと、えー、まあそれに関連してまあ株価の,、まああの振れ具合ですね分,あの分散と言いますけどもぶれ具合がまあどの程度なのかということを予測するということをお話しして最後に結論を出したいと思っておりますで最初に経済分析の目的と方法なんですけども、えー、まあ書いてありますように 経済予測は何のためにやるかというとです、ね、不確実性の多い将来の見通しを立てるため、ですね具体的には政策ですね、国が政策を行うときに、例えば政府支出をこれだけ増やしたときに、結果として皆さんの所得がどれだけ増えるかとかっていうようなことを調べるために、こういう予測を行うと。 特に今政府による財政政策であったり日本銀行による金融政策などに使われるともちろん一般の企業においても投資や生産販売などの計画を立てるために経済予測は非常に大事なものと言えます。一方で 経済現象の理解のために、まあ、経済変数間の関係を推定するということもやっておりまして、まあ、過去に起こった現象ですね、えーまあ、バブルの崩壊であったりそれから、えー、リーマンショックであったり、まあ、そういったような現象を理解しその経験を蓄積するとであるいはその経済学の理論を作ってその理論が実際の現実に即しているかということを、まあ、データで検証するということもやったりします。で最近では えー、過去の政策をデータによって評価して、まあ、将来の政策に役立てると、えー、2017年にまあ政府による、まあ、EBPM ですね、エビデンス・ベース・ポリシーメイキングですね、証拠を、過去のまあデータに基づく、証拠に基づくまあ政策立案をこれからは行うべきだということで、まあ、そういった委員会も発足しておりますので、まあ、こういう経済予測、あるいは経済変数感の推定ということがまあ大事になってきているわけです。 でこれあの今年の8月ですね公開講座の準備をしているときになんかあの予測に関して記事はないかなと思って調べていたんですけれどもこれはの日経の新聞の記事ではありますけれども大元このフィナンシャル・タイムスって言ったのイギリスの新聞の役なんですがこれあの細かいあの部分はちょっと今お話ししませんけれどもまあデータによるとこれからあの 景気が後退するっていうことを言っているわけですね世界景気に今収縮の要徴とで、過去のデータを見てみても、これから景気が後退していくんだっていうことを言っているとで、これ8月なんで、今11月になって、まだ景気後退っていう感じはしてないと思うんですけれども、で実際どうなのかというのを少し見ていきたいと思います。 でそもそも景気とは何なのかということなんですが、えー、実はの景気動向指数研究会というのが内閣府にありまして、えー、7名の委員ですね、大学教授などのまあ有識者を含む7名の委員とまあ事務局で構成されておりまして、その委員会が、研究会がまあ今は、あごめんなさいと、過去のある時期については、景気の拡大をしている時期、あるいは景気の後退をしている時期というふうにまあ認定すると。 でえー、認,認定するつまりお墨付きを与えるということなので、必ずしもそれが正しいわけではなくて、例えばこの消費増税、この間もありましたけれども、一、えー、つ手前の消費増税ですね、あの5%から8%に消費税が上がったときですね、2014年において、景気拡大が終わるという現象がデータ的には見られたんですけれども、まあ、研究会としては景気後退とはまあ認められなかった。 さまざ、あ、まな理由があると思いますが、えーまあ実務化的にはあったんじゃないかと思われるその景気の転換が、えー、お墨付きは得られなかったとっいうことがあります。でそもそもその、えー、景気動向指数は何かといいますと、まあ、2種類ありまして、まあ、コンポジットインデックス、まあ、CI と訳しますけども、あとディフュージョンインデックス、DI と訳しますが、その2種類があると。 でそれぞれの処理について先行指数、一致指数、遅、まあ、行指数の3つがあってですねそれぞれの指数は、まあ、景気に先行して動く指数それから一致して動く指数それから、えー、遅れて動く指数というものがまあ,あるとで細かい定義はちょっとあのもちろん時間もないしできないんですが、えー CI というコンポジットインデックスというのは景気の強さをまあ表して、えー、ディフュージョンインデックス DI というのは景気の、えー、各経済部門への波及の度合いを表すというわけです。で具体的に内容を見ていきたいと思うんですが、えー、まずこれは景気動向指数の一致指数ですね。でこのブルーのおーこの編みかけの部分があ景気動向指数の研究会で、えー、景気後退期と。 えー、認定されたまあ時期ですね。<laughs> まあ古くはその、えー、まあバブル直前の頃とそれからバブル崩壊の時期、えー、それから、えー、ちょっと見にくいですけれども。えー これはの最初の消費税導入の時期の後ですね、それからこれはのドットコンバブルっていうのが崩壊した時期ですね、えー、ありますで。これはリーマンショックの時期ですね、まあ、最近もちょっとありますけども、まあ、こういったその時期に対して、それぞれこの景気動向指数っていうのを見てみると、このブルーの、えー、網がけのところでやっぱり大きくこう下がってるわけですね。特にリーマンショックは激しくて、こんなに下がっているので、まあ、景気が後退しているっていうのは、えー、なかなかあの明らかだと思うんですが、最近、 えと先,々えー、先週ですかね、っ、えー、と、えー、今年の9月にかあ関する速報が出たので、えー、そこまで入れてますけども、まあ、ちょっとここは下がってきてるかなって、この,この山からこう下がってるところは2014年の、まあ、消費税導入後の,、えー、この下がりですね、まあ、下がり方が十分じゃないっていうんで、まあ、この景気後退にはまあ認定されなかったわけですけれども、現在はこういうふうに緩やかに下がっていて、えー、ちょっと 交代、えー、してるんじゃないかなって、まあ、思うわけですね、でこれの、一致指数なんですけども、えー、その内容はっていいますと、まあ、生産指数、航空業の生産指数であるとか、まあ、生産材の出荷指数、えー、耐久消費材の出荷指数、所定外労働時間の指数、えー投,資えー、投資材の出荷指数。 商業販売額、まあ、卸売小売ですね、それから全産業の営業利益。融合求人倍率と、まあ、あの、お、二千十八年十二月から、また。あの、新たな系列を採用するという話も出ています。ちょっと話はそれなんですけども。<laughs> あの去年、ですかねあ今年の1月からあ一般には知られた話がありますけれども、統計不正の問題がありまして、え毎月金利統計の調査があのいい加減だったとっいう話が、まああの、全部じゃなくて、ごく一部の話なんですけれども、えー、そういったところがあの皆さんにあの関係ないと思われるようなところでも、まあ、実はもちろん、雇用保険の,あの給付の問題もありますし、それから、あのおこういったところにも、まあ、関係してくるっていう、あの一切あまり関係ない で実は、皆さんの、えー、身近なところでも関係してくる、まあ、実はあのこの部分については研修が行われて、まあ、あまり影響ないということなので、まあ、これまでの結果は特にあの大きな変化があるわけではないんですが、えー、ちょっとそんな話も関係しています。で、今度はあの先行指数なんですが、先行指数の方がもうちょっと分かりやすくなっていて、えーまあ、同じようにこの景気後退の時期にこう下がっているのは先ほどの一致指数と同じなんですけども、 ここです、ね、あの直近の9月のところまで見てあげるとだいたい去年からずっと下がってますね。ということであ,のあんまり言われて、ね、なんとなくちまたでは景気後退してるんじゃないかって言われていてあの公的にはあの認められてませんけれどもなんとなくあのこの図を見ると今までの過去のデータと照らし合わせてみると、まあ、ちょっと景気やっぱり後退してるんじゃないかということが、えー 言えるわけですで、まあ、中身なんですが、えー、このお、まあ、逆サイクルっていうのはこの、えーまあ、反対方向に動くっていう性,、まあ、性質を持ってるってことなんですが、えー、最初需要在在効率指数であるとかまあ高工,工業、えー、生産在在庫指数,指数であるとか新規求人指数実質機会指このあたりは新聞によく出る。えーうん 系列ですけれども、まあ新設住宅着工床面積、まあ消費者態度指数、日経消費指数、マネーストック、えー、当初株価指数、まあ日経平均の方がどっちかというとあの馴染み深いと思いますけれども、日経平均ってあの株式のあの上場されている株式の225種類の株式の平均なので。 それに対して、こちら東証株価指数は一部上場のお会社全部含んでますから、全体の動きとしては日経平均よりはこの東証株価指数のほうがまあえ適切だということで、ここに入ってるわけですね、トピックスと呼ばれてますけれども、東証株価指数からえ投資環境指数から中小企業売上見通し DI というようなものが入っていて、これこ、れディフュージョンインデックスっていう、この、え、ー 景気の波及の具合を表しているんですが、これ一置指数について見ますと、まあ、ちょっと分かりにくいんですね、あのえー、確かに景気後退の時期にこの50%のところからこう、えー、波及度ライがゼロの方向にこう落ちているのが分かると思うんですが、最近のところはちょっとうーん落ちるのかな、落ちないのかなという感じですが、これ先行指数で見るともうちょっとはっきりしていて、最近のこの、 押し方を見ると、まあ、過去の景気後退の時期と、まあ、同じような動きをまあ示しているということが、はい、え分かります。そこで、まあ、ちょっと難しい話なんですが、えー、ちょっとこれ入れること,とか迷ったんですけども、えーとあの、事務局の方から難しい話もしろって言われたので、<laughs> のちょっとあの難しかったらあのあのよ、ね、あの勘弁していただきたいんですけども、あのちょっとだけあの数式使って説明しますと、 えー、例えばその、えー、景気動向指数の変化率です、ねえー、が、えー、ちょっと考えてみると、えー、景気がいいときはその指数が上がっていくので変化率はプラスになるわけですねで景気が悪いときは変化率がこう景気動向指数が下がっていくのでマイナスになるんですねですから平均的にこう例えば一状態1っていうの ST っていう状態景気の状態を表すと,として1っていうのが景気の拡大域だとするとこの μ1、まあ、って読みますけども 景気拡大するときはプラスになって景気後退ですね ST がゼロっていうのは景気後退を意味するっていうことなんですがそのときはマイナスになるっていうことをモデル化するものがあるんですがややその難しいマルコスイッチングなんていう名前をつけてますけども要するに何かっていうと1期前が景気拡大をしていて今期が景気拡大をする確率っていうのはある定数になっていて。 同じように1期前が景気後退していて今期も景気後退しているという確率がまあやっぱりある一定の確率とただその依存するのは1期前だけというのがこうマルコフ過程と呼ばれているものなんですがマルコフ過程に従うようなこの状態の変化ですね景気が拡大したり後退したりする変化というのがこのマルコフスイッチングになっているということでマルコフスイッチングモデルというふうに呼ばれています。 これ実際に当てはめてみますと、どんな感じかと言いますと、1985年の1月から直近のデータですね、2019年9月までのデータを使って、ちょっとこの辺んは無視しておいて結構なんですけれども、変化率ですね、パーセントで変化,変化率を計算して当てはめてみると、この景気が後退しているときっていうのは、大体1%弱ですね下がっていっていると。 で景気が拡大しているときは0.4%ぐらいです、ねえー、ずつ上がっていると。でえー、持続する確率は大体90%ぐらいで、あんまりしょっちゅうあの景気後退拡大っていうのは変わらなくて、平均的には、えー、景気後退、ねえー、継続時間っていうのは大体1年ぐらいですね。景気が悪くなったら1年ぐらいで、景気がいいときは、えー、大体平均的には2年ちょっとぐらい続くと。でそこでですね。 えー、2019年9月ですね、ですね2か月前の、まあ、現状で得られる最新の時点での景気後退の確率っていうのを推定しますと、実は75.3%景気後退しているというわけなんですね。ですから、それなりに高い値になっていると、これをあの過去のデータを合わせて見てみますと、こんなぐらいになってがます。 過去の時期ですが、えー、ちょうど景気後退しているときにこの、えー、確率が上がってるわけですね。であの先ほど出,てた,出たあの2014年の消費税導入の時はかなりか確率上がったんですけども、えー、お墨付きは得られなかったのでこ、えー、このところにブルーの網掛けはないということなんですが最近もまだあの。えー 何の認定もないんですが、この確率だけ見ると、まあ、かなり上がってきていて、景気後退はしてるんじゃないかということが、えー、分かります。で、あのこれはの、は私が計算したものですけれども、同じあのようなその、同じというか、全く同じ計算はですね、あの日本経済研究センターというところで、毎月あのこれを発表してますので、ご関心のある方はですね、 あの景気後退確率っていうのであのウェブで検索されると、えー、そこにたどり着きますので今どれぐらいの確率で景気後退してるかなって思われる方はそちらを見ていただくと大体、えー、現状が分かるとでちょっとこれはあの同じようなことをやってるんですが何が今先ほどのずっと違うかって言いますとえー これはですねあのそれぞれ各時点までの情報を使って一番最新の、えー 状況をまあ推定したものですねですから今で言えば最後のところは9月までの時点のデータを使って9月までの,9月のまあ景気後退の確率を推定したものそれから8月だったら8月までのデータを使って8月の景気後退の確率を推定したものそうすると先ほどのやつ,はやつよりはもうギザギザしちゃってるんですけどもやっぱりこうやって徐々にではあるけれどもこう上がってきてるですね。 ですから、えー、景気後退があ進んでいるというふうに考えられると、ですから、な、え、ん、ー、となくまだ実感としては、えー、景気後退している感じがないかもしれませんけれども、まあ、先ほどの新聞記事のように、えー、ある程度、まあ、景気の後退がまあ進んできているというわけです。で、これ、アメリカの例なんですが、こ、え、れ、ー、OECD が発表している、えーまあ、景気のコンポジットインデックスの 先行指数なんですけどももちろんこれウェブで無料で取ってこれますので皆さんも確認できる内容ですがこの青い線がそのインデックス景気動向指数になってましてちょっとあの網がけを作るのが大変だったんでちょっと横着して黒い線で黒い線が上がっているところは景気後退の時期なんですけども。 えーまあ、大体こうやってあの下がってるところですね、リーマンショックなんかだと、えー、ここ非常に強く落ちてますよね、そういうところが景気後退というふうに今、認識されているとで、同じように推定してあげると、やっぱり景気後退時期はあ、日本ほどじゃないですけれども、まあ、0.2%ずつ下がっていて、えー、上昇するときもまあやや弱いんですが、0.1%ずつ上がっているとで、現状ですね、あの最新時点が今、8月時点なんですけれども、 これあの実際に景気後交代をしている確率を推定すると、まあ、92.3%ということでこれからすると先ほどの新聞記事が必ずしも間違っていると言えないということが分かるわけですただし、えー、実際にその認定されたこの黒い時期とその先ほどの推定値これ緑の線ですけども見るとこの緑が1に近くなっているところは必ずしも景気後退が認定されているわけではないので、えー まひょっとすると景気後退とかは認定されないかもしれないけれども、まあ、経済の動きがまあ鈍くなっているということは確かなんですねということです。で、えー、次、人工知能なんですけれども、えー、人工知能につきましては皆さんも関心のあるところだと思うんですが、えー、まずその従来型の分析との違いをお話したいと思いますね、えーデータまあ、従来の分析ですけれども、まあ、データが発生するプロセスっていうのを システムととしてモデル化するっていうことですねですからこんな形でデータが出てきてるんだっていうことを明確に、まあ、数式ではありますけども、えー、記述しているとで、したら目的は経済現象の理解で、えー、経済現象自体は非常に複雑なので一部をまあ切り取って単純な数式で表していて予測を行ったりするということなんですね。 で一方、この人工知能とかあまり機械学習ですねあ、この一連のお話でも機械学習の話が出てくると思いますけれども、えー、公開講座の,あの機械学習担当の方もいらっしゃいますので、出てくると思いますが、基本的にはデータが発生する過程は考えないということで、構造はブラックボックスですね。でしたら目的は予測とか判別で、えー、その構造は非常に複雑と。でえー、もしでですね予、えー、予測測きないよ、まあ、分析結果と予測が 非常に違っってしまった場合です、ねえー、非常に突発的な何かが起きてです、ねえー、予測と現実が全く違うという場合に何がいけなかったのかというのは分からないというのがまあ問題の大きなところですね。したがってそのデータ分析の結果は過去に起きた現象に依存するとで過去にお出てな対する当てはめはいくらでもまあ改善できるんですが過度の依存はまあ危険だというふうに言われています。 でこれはの当たり前のようでよく理解されていないことなんですがこれまでになかった現象は予測できないということです、まあ、当たり前なんですけども、まあ、リーマンショックのように、まあえー、今までなかったことが起きるとやっぱり何をやってもダメだめだということになって、えーまあ、それはもうあのどうしようもないということなんですね。で新しい現象にに対応するためには 過去のデータではなくて例えば自分でこういうふうになるんじゃないかっていうシナリオを描いてそれで評価するっていうことは可能ですけどもデータ過去のデータだけではなかなか難しいとそこであの皆さんあの、ね、老後 2000, 年2000万円問題っていうのもありましたけどもあの2000万円用意しないと生活できないみたいなことになって結構大騒ぎになりましたけれども。 まあできないわけじゃなくてあの裕福なあの生活ができるかどうかの問題なのであの確かに個人は、えー、ある程度お金を,を貯めていかないといけないということが、えー、言われています、えー、どちらかというとの私の年代ではすでに手遅れなんですけども <laughs> あの、まあ、それでも何もしないよりがましということで、えー、例えばその投資信託というのは皆さん、あのー 考えられたことがあると思いますけども、投資信託っていうのもいろんなものがありまして、悪質なものから、まあ、良質なものまでいろいろあって、えー、人に勧められるやつは大体あの悪いやつが多いんですけども、<laughs> 皆さんあの、自分であの判断していただきたいんですが、あのもちろん人工知能の投資信託が悪いということじゃなくてです、ね、これは単純にあの比較なんですけども、えっと、例えば、これ何かと言いますと、 あのこれ世界株式を対象にした、まあ、AI を使った投資信託の運用結果とそれからこの指数は、ね、何かというとこれ MSCI 世界株指数とかって書いて,てちょっと分かりにくいかもしれませんが要は日本だったら日経平均アメリカだったらダウ平均そういったものの過重平均を投資信託で買うことかできるんですね。 それは自動的に値が動いていくので運用手数料も非常に安いし購買手数料もただっていうことがあちなみに私、投資信託の会社とは何も関係ないので褒めたからといっての何の利益もありませんのでおお断りしておきますそういうその手のかからないこの世界株指数と非常に手のかかるこの黒い線ですね。 人工知能を使った投資信託ていうのは、まあ、確かに人工知能を使った方がいい時期はありますけども、えー、まあまあどっこいどっこいだとでこれ日本株に特化してみますと、えー、これトピックスというのは先ほどの、まあ、景気動向指数の中にも入ってました投資を株価指数ですけども、えー、そちらに連動する投資信託を買った場合とそれから AI を使ったものを比較すると、まあ、AI が完全に負けてるわけですね。 ですから AI が素晴らしいと思って、これに投資すると皆さんのロボ資金がなくなっていくというのがここの図ですね。これはあの去年の8月の日経の記事で、今年の8月も同じように日経の記事があって、例えばこの上のほうがあの AI を使った運用結果ですけれども、アメリカの株の場合は AI はマ、ま、イ、あ、ナス9.4%とかマイナス6.2%に対して、 これは S&P500 って言いますが日本のトピックスに該当するものでそれで運用すると7.4%のプラスになっているとで日本以外の世界株でもまあ同じような感じになっていて、まあ、日本株ちょっとややこしいんですけども、まあ、大きなマイナスのところに比べると、まあ、あのトピックスに投資した方がまだマイナスは小さいということなんですねで、えー、これはあの私の個人的な興味で 今度は時点を2017年の3月でしたかねを起点として同じ会社ですねこれは三井住友の信託銀行で販売している投資信託なんですけどもそこの AI バージョンとそれから株価指数バージョンを見ると世界株式の場合は意外と良かったんですけどもまあ良かったり悪かったりで えこの基準時点の取り方によってまあちょっと変わってるんですがま、あ,あまりあの先ほどのお日経の記事よりは悪くはないですね。それに対して、これまた別の会社の投資信託ですけれども、これ日本の株式ですね、これあの三菱 UFJ のまあえ投資信託のお商品ですけれども、トピックスに連動しているもの、最近あの株は上がってますから、反転してこう上に来てるわけですけれども、AI はなぜか ずっと右肩下がりになっていて、これから先どうなのか、すごい心配なんですけどもあの、必ずしもうまくいってないということなんですね。で、まあ、なぜなのかっていうのはまた後でお話しすることにして、次、マクロ経済の予測ですね、こ皆さん、えーまあ、どれだけあの関心があるかはちょっとわからないんですけども、まあ、経済の予測っていうことをお話しするっていうことなので、まあ、どんなふうに予測が行われているかっていうことをちょっとお話ししておきたいと思います。 でマクロ経,路経済モデルというのは何かというと経済変数間の関係を経済理論に基づいて連立方程式で表すとでモデルの外から与えられる変数を外線変数といって、えー、中で決まる変数を内線変数と、えー、何言ってるかと言いますと外から決まるというのは例えば、えー、公共投資のように政府がまあ 自律的に決めるることがでできるような、まあ、そういうなそい変数ですね中で決まるっていうのはそういったものを変えたときに例えば GDP とか、まあ、消費もそうですけども所得だったり消費だったりがどう変わるのかそう内政変数がそういったものになりますで古くは1930年代ですねもう100年近くたとうとしてますけども経済予測が良くなったとしてあんまり聞かないんですけども7本の方程式でやってたと。 で今は、代表的なものに日本経済新聞がやっている日経ニーズモデルというのがありまして、大体250本ぐらいの方程式でやっているんですね。で、えー、その他に最近の新しい話だと、まあ、ミクロ的な基礎付けっていう、まあ、ちょっとあの経済理論に基づいた、同、えーまあ、学的確率的一般金庫っという、下をかみそうなの <laughs> の名前がありますけれども、まあ、DSG モデルというのを、まあ、内閣府、まあ、あるいは日本銀行でやられていると。 でちょっとどんなものかっていうのをお話しするために簡単な式で紹介しますと例えばここで書いてある「X」とか「Y」とかっていうのは内政変数で、まあ、所得とか消費だと考えてください「X」は「Y」に依存して例えば公共投資にも依存していると「Y」も「X」に依存して公共投資に依存しているとで連立方程式はもう中学時代に戻っていただくとやっていると思うんであの特にあの知識は必要ないと思うんですがこの連立方程式を解くと、まあ、こういうふうに解けるわけです あのすぐには解けないかもしれませんけどあの簡単にあの計算できるわけですね。したがってこの A とか B とか C とか D とかってこの値が分かればここに代入して例えば公共投資をどれだけあの投入したら所得がどれだけ増えるとか、えー、消費がどれだけ増えるかっていうことが分かるんですね。まあ、そういうことをやってるんですね。まあ一として、えーまあ、内閣府でやってるわけなんですがこれがその えー、クラインモデルと呼ばれるもので、最初の7本ですね、で7本あるように見えますけれども、そのうちの4本は、あの高等式で定義式なんですねで、えー、これは消費で投資、それから賃金なんですけれども、消費は、えー、今期の利益ですね、前期の利益、それから今期の賃金によって決まると。 投資は今期の利益と前期の利益、それから前期までの資本設備ですね、ストックというふうに呼んでますが、資本設備で決まると、でこれ、民間の賃金ですけれども、今期の所得と前期の所得ですそれからこれ、トレンドっていって、時代が年数が経つとどんどん上がっていくっていう傾向を捉えるもので、それを入れていると。 でこの Y っていうのは所得なんですが、消費と所得とまあ公共支出、から、えー、この利益っていうのは、この所得から税金を引いて、それから企業はその賃金を支払わなければいけないので、民間の賃金の額を引いたもの、それから今期の設備,設備っていうのは、前期の設備と投資を足したもの、それから賃金っていうのは、政府部門の賃金とまあ民間部門の賃金の和として定義すると。 まあちょっとあの、えー、細かい話は今、武器にして、まあ、こんなふうに、えー、なっています。で、実際、そのデータを使って推定するとこ、こういう具合にですね、この関係の式のところの係数が具体的な値として求まるんですね。でそこで先ほどみたいな内政、まあ、的に決まる変数についてまあ解いてあげると、予測ができると。例えばどんな具合かっていうと、1937年まで,です、ね、のデータを使って、そこから先の。 えー、消費の動きを、えー、予測するとどうなるかというと、この赤いあのおところですね、えー、赤いところが予測で、えー、青いところが、えー、実際の実績値ですね、でもちろんここから始まってますから、赤とあの青がちょっと重なってて、赤しか見えないんですけれども、ここ、 あのちょっとずれてますけども、まあ、それなりに予測は当たってるっていうことが分かると思うんですねですから、えー、そんなに悪くはないわけですねでいわゆる日本はどうなってるかっていうとこれはあの実質 GDP と、まあ、民間最終消費支出っていうものの関係ですけどもやっぱりこうやって同じように動いてますので、えー、同じような予測ができるとで例えばこれ日経の記事ですけどもちょっと見にくいかもしれませんけれども えー、これはあの、モデルを使って、例えば2018年ですね2018年、2017年で2018年の予測をした結果と、2019年でその予測が、まあ、決定した段階の実績値ですね、こ,れこの1.0っていうのが予測値で、えー、結果が0.6ということなので、まあ、0.4%のまあ違いですね、ですから、そんなに大きく違ってるわけじゃないんですね。 でそのさらに1年前の状態も予測が1.3%で実際の結果が1.5%なんで、まあ、0.2%しか違ってないとですからまあそんなに悪くないんじゃないかって思うんですけれどもあの今のあの 年間の成長率を見てるんですけども四半期の成長率を見ると結構その誤差が多いので例えばこれあの今年の8月の記事ですけどもいろんな民間の,のシンクタンクとかが予測したのが GDP の四半期データを使った予測が0.4ぐらいが真ん中だったのに速報値ですの、ね、が1.8ていうことで。 1.4%もずれずれたということで、えー、なんか申し訳ないって言ってなんか謝ってるんですけども <laughs>、あのー、ちょっと気の毒な感じがするわけですけどももともと底落ちってすごく誤差が大きいので、まあ、そこまで謝る必要があるのかなとはちょっと思うんですけども、まあ、こういったことが話題になっているとですからまあ予測はそれなりに当たってはいるんですけどもより厳しく見ると、まあ、その予測に対する評価は難しいものがあると。そこで、えー まあその速報の内容なんですけども、えー、国民経済計算、ですね GDP とかを扱っているデータのうち、ですね支出経路と呼ぶ高用者報酬について、毎四半期ごとにまあ公表すると、速報を公表すると、でえー、景気判断のためのまあ基礎資料となっていると、で一時速報というのは当該まあ四半期終了後から1か月ですね、非常に早いんですが。 1か月とも2週間程度に後に公表するんですがもちろん誤差が大きいので、えー、二次速報というのがありましてさらに、えー、1か月後ですね、えー、訂正をするとで最後に、えーまあ、年末だったり、まあ、その先だったりしますけれども、まあ、確保値というのが公表されるので、えーまああのー、実際に、ね、は誤差が非常に大きいものなんですねで、まあ、予測の誤差というのは目的に応じて、まあ、相対的に評価する必要があって モデル作成というのは経済変数間の関係を明らかにするために使うものとそれからあるいは仮想的なシナリオを用いて政策シミュレーションを行うためただし当たり前なんですけども過去に生じたことのない現象ですねは対応できないことに注意が必要とですから東日本大震災もそうですけども過去に起きたのは1000年前になりますのでそういうことが起きると予測がなかなか難しくなってくると。式の本数を え増やせばいいじゃないかっていう話があったんですけども、まあ、1930年代7本だったのが今250本になって数が非常によくなったかって言われると考え者もそうではないので、えー、その辺がまあ難しいところいうことができます。で、えー、もう一つですね実系列モデルっていうアプローチがありまして、えー、どういうものかっていいますと、まあ、経済変数間の、えー、関係っていうのは実は ブラックボックスなんですがその代わり各経済変数っていうのはその過去の値によって過去の値の関数として求まるっていうのが時系列モデルなんですねで経済変数に対する効果は、まあ、予測できないシ、えー、億の効果を測ることで行うと、えーまあ、ちょっと難しくなってきたので少しあのこの辺はしょった方がいいかもしれませんがちょっとイメージでどんなものかっていうのを先にお話し,しますと例えばえー <laughs> 2つの系列ですね、えーと、こちらで説明した方がいいかもしれませんが、えー、これ1985年の第一四半期から1990年の第四四半期において、この時系列モデルを使って推定したものですね。どんなものかというと、この LY っていうのは GDP のデータで、この LM っていうのは マネタリーベーベスですね日銀がどれだけお金を発行しているかっていうものに該当してますけどもそれらがそれぞれ GDP の過去の値とそれからマネタリーベースの過去の値の関数になっているというふうに考えてでそれぞれ予測を行うと。で例えば実際にこのデータを使ったちょっとバブルの頃ですけどもバブルの頃のデータを使ってちょっとこの余計な部分をちょっと今説明走りますけども。 まあいろんな季節性の問題ですね、まあ、ね年度末が非常にある傾向があるとかっていう,ような問題、ちょっと最後の方でちょっと調整してるんですけども、そのそれはちょっと省略して、ですね、えー、この2つの変数の関係を見ると、つまりマネタリーベースから実質 GDP へのまあ因果関係があるかどうか、つまり、えー、マネお金をたくさん吸ったから、 バブルになったのかバブルになったからお金のたくさんすったのかっていう問題とも言えるんですけどもこのデータだけ簡単なモデルから得られる結果っていうのは例えばマネタリーベースから GDP ですねですからこの過去のマネタリーベースのこの係数部分がゼロではないっていうことである値を持ってるの、まあ、ゼロではない値を持ってるのでこちら えー、GDP に影響を与えているとしかし一方で GDP のこの係数部分っていうのはこのマネタリーベースに影響を与えているかっていうとこの係数部分がまあゼロとは有意に、まあ、ゼロとは変わらないという結果がデータから出てますので、えー、GDP からマネタリーベースへのまあ因果関係はないなんていうことが言えたりします、えー、株価の予測にい、えー、きたいと思うんですが 株価の予測が皆さんも関心になることだと思うんですが、実はあの株価の動きっていうのは、ランダムオークっていうふうに言われています。つまり、ランダムオークっていうのはあの分かりやすく言うと、酔っ払いが歩いて動く、あのその道筋のことで、酔っ払いはどこに、まあ、家に帰るって話はありますけれども、あのどこに行くか分からないっていうことで、えー、昨日の株価は、えー、今日の株価、あ昨日の株価と、 ちょっとあの誤差を含めた形で今日の株価が決まっているっていうことがよく知られていることなんですね。ですから、えー、今日の株価を見て明日の予測をしたいっていうときには今日の株価の終わり値が、えー、明日の予測になるということなんですね。で、えー、株価の予測は難しいですね、えー。利益を得られる機会が生じてもすで、えー、にあのコンピューターとか動いてしまって。 個人とかで利益はなかなか得るのが難しくなっていると、これ利益を得られていればあの私も今大金持ちなので、あのなかなかあのこういう話をしないと思うんですけども、まあ実際には難しいと。で、ただまあ後でお話し,しますように、実際株価の予測っていうのはもう難しいんですけども、あのリスクの予測っていうのは可能であるということが知られています。 でえー、これはの株価の動きですがランダムウォークと呼ばれていてこれ日経平均ですね日経平均の動きをこうやって見てますと、えーまあ、リーマン・ショックの時にすごく下がってますけども、えー、去年ちょっと上がってまた下がって今年ずっとあの下がってましたけども最近、またの株価が上がって、まあ、2万3000円ぐらいですかね、えー、なってるるという状況が、まあ、この状況で実はあの株価のリターンっていうのは、えー、ある傾向を持ってるんですね。 こちらの,あの日経平均だけを見てるとこれランダムウォークなのでちょっと予測が難しいっていうのは分かると思うんですがこれリターンっていうのは例えば昨日の昨日株,価を昨日株を買ってそれを今日売ったときにどれだけあの何パーセント儲かってるかっていうのはリ,、ね、リターンを見ていただくと分かるんですが大体リターンは平均的にゼロなんですね。 平均的にゼロなんですけどもあのご覧いただくと分かるんですがこれあのリーマンショックの時この触れが大きくなってますねつまり、えー、これあのボ,ラスタリボラティティクラスタリングと呼ばれる現象ですけどもこの振れが小さい時期っていうのは小さい時期がまあ続いて今比較的振れが小さいんですけども一旦だからあ株式市場に大きなショックが起きて、えー、非常に不安定になった時にはこの変動が大きいですね。 この変動の動き方っていうのは一定の持続性があって実はそれらの予測ができるっていうことなんですね。でこれはあので株価のですね、えーまあ、日経平均ですけども、えー、価格と前日の価格の、えー、関係を見たもんですが、えー、ランダムウォークと言われることからも分かりますようにこれあの前日の価格と今日の価格を比較すると、まあ、ほぼ45度線にまあ乗ってるわけです。 ですから、なかなかここからの儲けを得るっていうのは難しいですね。で今度はリターンで前日リターンが大きければ今日のリターンも大きいかというと、まあ、そうでもないですね、その傾向がなかなか見られなくてあまり関係がないように見えると。でそれに対してこれちょっと難しい話になりますけどもボラティティですね。 先ほどのこのフレを実際に推定してみたものがあるんですがえこういったようにえまあやっぱりギザギザしてるんですけども実はこう一定のこういう動きがあってえこのブレの度合いっていうのは比較的あの継続的にまあ動いているということでブレ具合をまあ予測することが実はできると。 でえーまあ、先ほどの45度線とはちょっと違うんですけども、えーまあ、多少その関係を見てみるとこれ今日の、えー、ブレと昨日のブレの度合いを見ると、まあ、一定の傾向が見られると。で実際直線を当てはめてみると、えー、こんな具合に、まあ、ある直線の周りにまあ あまあ、当てはまっていてもう予測がまあ非常にあできるということを表していると。で、えー、これをですねあのモデル化するちょっとこの辺あの私の専門に入ってきちゃってるのであの恐縮なんですけどもいくつかまあモデルがあって、えー、このガーチモデルっていうジェネラライズオートリグレシブコンディショナルヘテロスケーラスティモデルってなんだそれっていうことなんですけどもこれあの どういうモデルかっていうと今日の株式のブレっていうのは昨日のブレの過半数になってるっていうもので誰が考えたかっていいますとノーベル経済学賞を受賞したエングルっていう人が考えたものでかなり有名なものなんですね。 表しててていいるモデルっっうのがあってそれがまあ確率的ボロラティティモデルっていうんですけども、まあ、そういったようなモデルがあると。で最近ではですねあのこういったそのガーシモデルとか、まあえー、確率的ボロラティティモデルっていうのを使って予測を行うってことができているとで先ほど見ましたようにこのブレの推定値っていうのも別に最近はありますので、えー、より正確になってきていると。 いうわけなんですねよ、えー、より工夫をすすするるるここことととによってののボラティ,ティの予測はすることができるとできから、えー、何が言いたいかと言いますとまあ株を買って一気に儲けるっていうことは、まあ、実はなかなか難しいんですけども、まあ、ポートフォリオって言いまして例えば、えー、よくやりがちなのは、まあ、ソフトバンクに思いっきりあの100万円とか1000万円をかけてですね買って儲けようと思っても、えー、この間もあの新規株式公開の時に下がったのであの。 経験がある方もあると思うんですがやっぱり思いっきり下がっちゃうときもあるんですね。というわけなのでどうするかというとあのソフトバンクだけじゃなくて、えー、他の会社も、まあえー、最近なかなかどれを選んでいいか難しいですけどもあの自動車もね日産がちょっとまあ微妙だったりしてあのなかなか予測できないことが多いんですがそれでもいろんな種類のものを買っていけば えー、どれかは上がり、どれかは下がるので、リスクは、えー、減少することができると、でさらに、こういうその、えー、ボラティリティが高いものですね、非常に振れ幅が大きいようなものっていうのは、ハイリスク、ハイリターンなので、えー、そこの部分の投資は抑えるということにすることによって、全体のこの投資をうまくコントロールすることができると。 同じ利益を得るにつけてもそのリスクが小さい形で利益を得ることができるというわけなのでこういうそのお計算が非常に大事になってくるとでそういう計算については、えー、最近はまあ進んでいて、えー、投資信託でもスマートベータなんていうふれ,ふれ込みで売られているものがありますがそういったそのポートフォリオ型ですねたくさんの 銘柄をまあ含んだようなものもありますので、そういったものは予測ができますので、皆さんにとって有効なのではないかと思います。で結論なんですけども、これ有名なあの統計学者の言ってることなんですがあのまあボックスって言って私がその留学した時の留学先の先生でもあったんですけども、すべてのモデルは間違っていると、まあそう言われるとはも,もともともないんですけども。 あの間違ってるけどもいくつかはまあユースフルと有効であるっていうことなのでモデルにすべて依存するのではなくて自分でそれを吟味しながらえ役立つものだけを探していくということなので過度の依存は危険ではあるけどもある程度まあそれを使っていくことは有用であると。 でまとめですけども、えー、経済構造は変化する可能性があるために、予測にはまあ不確実性が伴うとで、経済分析は過去の経済現象を理解、説明して、政策評価に有用するために今、使われるとで、過去のデータへの依存度がまあ強いと、新しい現象に対応できない、これ、従来型のモデルもそうですし、あの人工知能も同じですね、人工知能も、えー、もちろん、えー、データへの依存が強いと、新しい現象に、ねえー、対応できないと。 経済要素がうまくいかない場合には、その原因を明らかにする必要があるので、えー、どうやってそのデータが生まれるのかということを、えー、詳しく見ることができるような、えー、モデルが大事だということになります。というわけで、えー、時間となりましたので、ここで終わりにしたいと思いますけれども、えーまあ、参考文献ありますので、こちらを、まあえー、関心のある方は参照していただければ幸いです。で本日の,あの話、ちょっと飛ばしたところもあるんですけれども、 あのスライドをですねあのインターネットのサイトに置いておきますのでまあご関心のある方はですねこちら写真に撮っていただいて自宅の、えー、タブレット端末ですねアイパッドでも何でもいいんですがそういったところでご覧いただければと思います、えー、ちょっと時間オーバーしましたけれどもここでお話を終わりにさせていただきます今日はどうもありがとうございました。